したい。誰も気づかないような君とジョイントしたい。二人きりコンタクトしない。僕も大好きだけど、本屋さんとレコードさんと映画館は欠かせないなっていう感じで。この辺って近くに美味しいところもあるし、食べるところもあるし、僕は洋酒売り場に来ると必ず写真の方を見るけど、そういえば今ここにレンデイトンって人の本がありますけど、もうスパイ小説っていうのはね、これからなくなってしまうジャンルなんですよね。知ってますか？それは東西陣営というのがなくなってしまったから。なるほど。これからスパイサッカーはどうなるんだろうっていうことを考えながら今日はインタビューを受けていますけども。恥ずかしい気持ちでいっぱいになってますけど。そういうタイトルだって知らなかった。知らなかった。今なんかそれ聞いて顔が赤くなっちゃったけど。ネバーコースティックってなんだろうね。ネバーコースティックとか。なるほどね。メイビリン、チョックロックンロール、セックスドラッグ&ロックンロール、うん、僕、そうですね、それ僕の生活ですね。セックス&ドラッグ&ロックンロール。ちゃんと言ったよね。セックスという感じですけど。やっぱ飲む使うでしょうね、うんうん。